まっちゃんとかゲームのストーリー見て泣いたりするんじゃないですか。羨ましいんだよな、逆に。短編の泣けるものとか見ても泣かない？バイオレットエヴァガーデンじゃないと泣けない。ちょっと指定してくんのおもろいけど、あれは泣ける。バイオレットエヴァガーデンが一番泣けたの。バイオレットエヴァガーデン泣けない人は人間じゃないよ。私ワンピース見てないけど、ワンシーンだけ見てボロ泣きしたぞ、 TikTok で。確かに、うちもエースの時はもう泣いたってか、泣えた。私ももう泣違いなので、そこ普通に泣えた。クラナド泣いたな。クラナドは泣けない人は人間じゃない。クセナで泣かずに病んだ人おるよ、見て。やるもんだって。あれ闇アニメだぞ。下毛マジで過激派友達にいっぱいいるからな。下毛見てないってなったら人間の扱い受けなかった時期あるの。下毛そんなに。え、待って、シュタインズゲートってあれだよね、なんだっけ、ルルーシュのやつ。それコードギアスや。それはこっちが切れるわ、普通に。待って、シュタインズゲートどれだ。今日前のやつや、ホーイン。失敗した、失敗したじゃない。じゃあ待って、アスミコードギアス見たことないってこと。ない。やーば、やばすぎる、さすがに。いや、じゃあコードギアス見るから、リトルバス、交換条件で見よう、先輩。じゃあコードギアス見なくていい。見るか。なんで、意味わかんないんだけど。やばい、マジで、よく死んでないなっていうぐらいコメント欄見ながら戦ってる今。最後に見たアニメ、シャーロットだわ。もうシャーロット見たことあるなら、リトバス見るべきだって。なんでそこまで来て、それ見てないの。シャーロットもエンジェルビーツもそんなに刺さらんかった。エンジェルビーツが刺さらなかった。ちょっと待って、痛っ。何これ、クソ痛いんだけど。こいつ初見なんだけど、だいぶ痛いなってことに気づいたわ。ちなみに、すなちゃんはね、マジでコードギアス見てほしい。うちのイメージだけど、多分セリフ真似して遊んでると思う、見終わった後。多分ね、好きだよ。はぁーあー、待て。あと今見てるアニメ、カノカリエットだわ。初めて聞いたわ、なんて。カノカリ、彼女お借りしますって。あー、カノカリって言うんだ。イメージになってる、廉価のもありますからね。イメージになってる廉価のもありますからね。彼女お借りしますってレンタル彼女の話なんですけど。ああ、すぐ略すのやめて、何事も。最近の若者の悪い癖だわ。カノカリとかレンカノとか。一緒に学んできましょうよ。何が知りたい？略してあげます、言った言葉。でもハガレンとかも言うもんな。ほら、今時の女じゃん。ハンターハンター略したら何？ハンハン。すごい、何々はイーズおじさんたちが湧いてる。おじさんって言わないで、おじさん。クシャルダオラってだるい？私はクシャルダオラ初見さんを写しました。シャーロットハマらなかったらダリフラハマりそうもないみたいな感じで言われてんだけど、そうなの。シャーロットとなんでダリフラを一緒にしたの？一緒じゃないよ、全然と言ってます。怒っています、アスミは。いや、シャーロットはそうだね、なんかあんま言うとネタバレになるから。かっこいい、こいつ。ちょっと待って、なんでうちばっかこんな当たんのこれ。魚。マガマガやれ、いいぞいいぞ、マガマガやれ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 、マガセロソリは。やってこい。生活リズム健康時代表一ノ瀬ウルハ、ここに来て眠気、はい、マジでやばい。最近小学生すぎる。うちの9時から10時までの間で寝させてるからね。しかも朝まで爆睡ちゃんと。健康すぎる。コンビニとか出て眠気紛らすとかは。夜コンビニ行くと危ないやん。いい子すぎ。危ないかなと思って、なんかもう染みついちゃってる。本当に出れないんだ。なんか私も死んじゃったみたい。死んでるね。全然体力なかった。すごい、これ、このイサミネックに邪魔すぎるだろう。ああ、回復したばっかなんです。これマジで邪魔なんだけど、イソネミ。絶対誰と会うにも1時間以上かかるから、やばい、回復なくなった。持ってくんの忘れた。やばい、死ぬ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 。ルパンチルパンチ。やばいやばいやばい、死ぬ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 。ナイス。でももう弱ってる弱ってる。ナイスナイスナイス。あ、ごめん、尻尾切れてんのか。切れてた切れてた。もう忘れた。あ、どこだっけ？あれ忘れた。あ、早く頑張れ。ああ。オーマイガー、忘れてた。ルナガロンだ。来たルナガロン、超かっこいいんだから。ルナガロン、ちなんかレン君かなんかがウルハさんとは一生合わないんだろうなみたいな切り抜きみたいな。私も思う、それ。いや、でもマジである可能性として、それぐらいうちはマジで出ない。100万とか出すから、もう出てってお願いするわ、その時は。それは出な
なさいよ、裏先輩。100万円、100万円釣られてる、それ。それは出なさいよ、おもろいんだけど。それは行きなさいよ。ウルハ先輩に会える機会って、ワンちゃんの収録の時ぐらいしかなさそう。確かに。収録もあんませんしな、ウルハ先輩って。それはそう。ほんまにそれな。何も言えなくなってる。ほんまにそれな。大丈夫か、死んでる。いつもこいつら生きてるのに。なんで生命の気配が感じられない。どれ最初のこの子たち、いつもこの子たち歩いてるよ、元気に。本当だ。そうなんよ。そうか、似てるんじゃん。死んでるよ。物騒なこと言っとる。寝顔可愛いと思ったら死に顔だった。最悪だよ。じゃあすみ、うちが引っ越したらご飯おごってね。あ、私がおごるんだ。あれで。でもな、猫さ、いろんなとこ登れるから部屋綺麗じゃないといけないって言うじゃんね。部屋汚くても大丈夫な猫いますよ。そんな猫がいるの？そんななんか部屋汚いくても大丈夫、OK みたいな。部屋汚くなって全然やめて。いやいや、隣にいるから、ほらね。あー、うちの犬もそんなに落ちてるものとか食べない、食べるわ。猫も性格によっては変なことしない子いるかもしれんけど。全然しない。あれじゃないの、砂ちゃんの家の猫がとかじゃないの？それ、ツナのことじゃないの？あ、そういうこと？うん、大丈夫だよ。あ、そういうこと？ボケ殺ししてるって。ツナちゃん家に猫がいてみたいな話かと思ったわ。うん、もう大丈夫。もうやめて、もうツナの猫ってのよ、本当に。全然ピンとこなかったわ。いや、多分、すよ、大丈夫。あ、ここにいますよって言ったの？うん、横にいますよって聞こえた。ちょっと恥ずかしくて、これ言うの。もうやめて、これいじればいじるほど恥ずかしくなるやつや。ごめん。横にいますよかと思って、つなちゃん飼ってんのかな猫って思いながら聞いちゃった。うちも天然だからやめてくれ。うちの耳がボケてたわ。やめてあげてって言われてるわ、リスナーに。これ以上解決しないで。あ、気流そう。プテチ撃て。今だ、今ナイス。撃った。すぎる。撃ったけどダウンしてなくね。弱った。あー、おうまい。あー、え、回復しますよ。あ、ありがとう。うちもそのみんなに入る回復使いたいの。何？白のキムタクみたいなのになってる。白のキムタク。わざわざ近寄ってくれた。マイク近。聞こえないかなと思ってふーって近寄。ありがとう。静かすぎない、ここ。あ、じゃあ私が。これはテオテスカトルの笛です。え、人々の心が闇に染まり。おお、うちの格好めっちゃ浮いてる。みんな戦いの中で命を散らす騎士みたいな格好してんのに、うちだけ夏休みの女の子なんだけど。海行くぞみたいな。これか、4倍やばいみたいなやつ。目近、顔のパーツ寄ってない？顔のパーツ寄ってない？おい、ナエルって急にバカンス気分の自分出てくんの。深淵の悪魔。終わりますか。終わりますか。はい。やべ、ショックでそう。ラスボスはじゃあ一人でやります。ついに本当にラストってこと？ライズ、サンブレイク通してストーリーのラストってこと？ガチでマジでラストね。みんなまた明日、おやすみ。ほなね、のしー。